知らなかった。これ皆さん何度も見た方がいいかもしれないですね。いやこれ実現したらすごいことですよね。世界が変わりますね。みんなもっと夜遊びできるように。お疲れ様です。真面目社長です。今回はですね、性病のクリニック予防会さんにお伺いすることになりました。ここの予防会さん、新宿クリニック、新宿サテライトクリニック、今回は新宿サテライトクリニックさんの方にお伺いいたします。まあ、実はですね、性病の動画っていうのは僕の動画の中でもむちゃくちゃ見られてる動画の一つになります。視聴者さんは風俗のユーザーさんが多いんで、性病ってねめちゃくちゃ気になるところだと思うんです。どういうタイミングで検査に行ったらいいのかとか、性病についての知識を持っておくことによって性病が防げるってことがあるんで、ぜひ今日はですね最後までご覧いただいて、性病のない風俗ライフを楽しんでください。それでは早速行ってみましょう。はい、ではこちらですね、7階に到着しました。ここです。皆さん、新宿サテライトクリニック、今から潜入してまいります。失礼いたします。こんばんは。失礼いたします。こんばんは。お願いします。失礼いたします。本日はありがとうございます。ありがとうございます。早速先生、自己紹介の方、はい、お願いできますでしょうか。予防会新宿サテライトクリニックの院長の北岡です。はい、予防会は一応全国9院展開していて。9院ですか。そうです。すごい。性病の検査と治療の専門のクリニックで、そこの一日を務めています。じゃあ本日はよろしくお願いします。早速なんですけど、はい、こういう病院に来る方っていうのは性病の検査をするために来る方が多いんだと思うんですけども、はいはいはい、初めて、今まで、はい、いらっしゃったことない人が視聴者さんでたくさんいると思うんで、はい、実際の流れをですね解説していただきたいので、はい、よろしくお願いします。ました、はい、では早速ですね、流れの方をやっていきたいと思います。こちらが受付ですね。じゃあまずここでご挨拶させていただいて、はい、はい、お願いします。初めて来られた場合はまず問診票にいろいろ記入していただいて、お名前は本名でなくて構いません。あ、はい、そうなんですか。予約も不要ですし、はいはい、保険証も不要なので気になったその時に来ていただければ。わかりました、はい、こちらを後ろで書く感じですね。椅子に座っていただいて。わかりました、はい、はい、ありがとうございます。すごい、はい、見えないように顔を合わせないようにカウンターになってるんですね。はい、そこ一番重要かもしれない。これは助かりますね。やっぱどうしてもね、人目が気になるっていうところは正直あると思うの で、 でここに座ってこうまずは書くわけですね、はい、あれですかね、所属店名っていうのは風俗店だったりとか、その人たちは割引もあるので、うん、店の提携だったら値段がちょっと安くなるので、そのためにちょっと書いてもらうって感じですか ね。この業界のシェアだともう一番ですよね。そのアダルトビデオの業界だったりとか、そうです、ね、風俗店だったりとか、はい、提携してる定期検診でこちらの予防会さんを提携しているお店が非常に多いので、はい、僕たちもすごい信頼している病院なので、はい、でここを書きながら、いろいろちょっと何かありますね。これは、はい、これは何ですか。デリケートゾーンの、これも結構今困ってる人多いというか、デリケートゾーンって例えば、はい、女性だったら主に陰部の中心ですし、はいはいはい、男性もその陰茎だったりするんですけど、はい、ここの部分って結構ちゃんとその診療体系がなってなくて、欧米とかはすごいしっかりしてるんですけど、そうですね、日本遅れていて、あんまりちゃんとしたエビデンスに基づかれて診療されてないので、アップトゥーデートっていうその世界の一番正しいとされてるエビデンスがあって、それに準じて診療しているので、他の病院では違ったような治療されてしまってみたいなことが多くて。これは何か、じゃあ不調ってなるとどういうものが考えられるんですか。そうですね、陰茎がちょっと痒くなったりとか、あと赤くなったりとか、あれは実は性病じゃないことが多くて。そうなんですか。性病はまず尿道炎っていう排尿時の違和感とかが中心なので、陰茎の表面が痒いとかっていうのは性病じゃなくて、はい、まあ、感じだとか、もともと持ってる菌がちょっと増えちゃってることが多いです、ね。はい、逆に性病は8割ぐらい無症状だったりするので、デリケートゾーンの痒みとかっていうのは性病じゃないことが多くて、逆に性病は無症状が多いのでっていうところ。あ、はい、何かしらちょっとかゆみだったり、まあ、不調、はい、まあ、女性だったら例えば匂いだったりとか、はい、何かあれば、はい、もうご相談していただければと思います、はい、あ、これ結構貴重な情報じゃないですか。今まで他のクリニックだとこういうのが診察をされてないってことなんで、ね、今回の新宿サテライトクリニックさんでしたら不調を全部見ていただけますんで、ぜひ注目してみてください。これは何ですか。このコンテスト、これは東京都の起業家を目指す人たちのなんかコンテストが、はいはいはい、ずっと自分はその性病の研究をしていたので、コンドームは 100% じゃなかったりとか、はい、今の予防法で確実じゃないので、うんうんうん、もっと他に予防法あるじゃないかっていうのを研究していて、はい、新しい性病予防薬っていうのの薬を作るためのベンチャー企業を作って応募して優秀賞を取れたっていう、はい、すごい。性病を予防する薬ができるかもしれない、はい、あと多いのはコンドーム着用できないお店だ、はい、
働かれてる方とかもいるし、はいはいはい、お客さんでもそういうところ行く方もいて、うん、だからそうするとコンドームないので、うん、もう無防備なので、うん、だからそういう人でも使えるようなものをなんと開発したいっていうのがありますね、これは画期的ですね本当に、うん、これ世界初ですか。そうですね、もうそういう研究はあったりするんですけど、はいはい、パージっていう細菌にしか感染しないウイルスみたいなのがいて、はいはいはい、それを応用しようとしているんですけど、パージの研究まだあんまりやられてないですし、はい、まあ、リンキに対して今効くファージュを見つけたんですけど、それはまだ世界初だったりするんで、そこまで研究されてるっていうことはめちゃくちゃやっぱ知識もある先生なので安心じゃないですか。いろいろこうクリニックってたくさんあるじゃないですか、はい、僕らもどこがいいのかなっていうところが、ね、なかなか選びかねてたんですが、はい、こうしてちゃんと研究とかもされてる専門家なので安心できるのかなと思います。あ、これは何ですか。これは朝検って言って、はいはいはい、まあ、2年ぐらい前から始まったサービスなんですけど、はい、で西部検査で検査会社送って、うん、2,3 日後ぐらいにやっと分かるみたいな感じだったんですけど、あ、はい、それは結構大変なので、はいはい、予防会は自社に PCR とかもキットが検査があるので、午前中に特に受診いただいた場合は、はい、当日中に検査結果が出るように、はい、すごい早いですね。だいたいやっぱ後日ですよね、はい、午後だと翌日になるんですけど、はい、まあ、午後でも、うん、翌日の昼ぐらいまでには、これ圧倒的に早いんじゃないですか、はい、自社でそれをやってるからってことですね、はい、迅速検査とかはあるんですけど、はい、結局早く出るけど、まあ、精度低いんですけど、こちらはその PCR でちゃんとした精密検査で早く分かるっていうのが、それすごいですね。早いやつって精度が正確だったりあるんですが、実際違うのに陽性になっちゃったりとかってあるんですが、これは普通の検査の精度で早いっていう、これはいいですね。ここで問診票書き終わってで、はい、またお渡しするっていう流れですね。番号札をここからお渡しするので、はい、これでですね、はい、番号札いただいて、で順番が来たら、はい、名前とかではなくて番号でお呼びするので、はい、匿名も守られます。あ、これは何ですか。お支払い、あ、便利ですね。お支払いが値段もちょっと貼ったりすることもあるので、うん、クレジットカードが使えますよっていうことですかね。助かるな、はい、診察券はもうない性病検査って難しいところもあるので、はいはい、IC カードに紐付けするようにしているので、これ僕も来たことがあって、実は僕も何回か予防会さんお世話になったことがあって、僕はねスイカで登録したんですけど、2回目来た時にあれどれだったかなみたいな、こんだけ種類があるんで、これ皆さん登録したの覚えておいてください。これね、ちょっと忘れがちですよ ね、はい、ですね。次来た時にそのカードがあれば診察券になるってことですね、はい、それをかざしてもらえたら受付が終了するって感じです、うん、はい、スピーディーですね。受付はまあこちらで終了して、はい、番号で呼ばれるということですよ ね、 すね。検査がこちらですね。そうですね、はい、検査であります、はい、失礼いたします、はい、あ、こんな感じが、はい、明るいですよね。安心感があるというか、すごい清潔感もあるし、はい、ここに座ってで、そう、検査内容を聞いていただいて答えてみたいな感じで、はい、で、うん、お得なセットの項目もあるので、はいはいはい、それはまたホームページを見ていただければと思うので、はいはい、そうですよね、自分が受けたい検査の種類とかがあるので、はい、ホームページでご確認いただけたらと思います。採血したりとか、はい、尿の採取をしてもらったりとか、はい、尿の採取はトイレとかで、トイレで、そうですね、はい、分かりました。検査自体はどれぐらいで終わるもんなんですか。看護師さんがもう採血1日何件も何件もする人たちなので、はい、すごい早いです。へー、はい、採血が上手で、はい、SNS でも結構そこは話題になったり、7、8割の人は採血するので、1日80人ぐらいも看護師さんが毎日毎日やってるから、めちゃくちゃそれは上手かなと思います、ね、いや、上手なんてポイント高くないですか、はい、病院とかで痛い人いるじゃないですか、たまに、はい、プラスポイントですよね。治療の場合は医師じゃないと対応できないので、はいはい、その場合は診察室に入ってもらってって感じですね。早速ですよ、尿検査の、ね、トイレにご案内していただけるということで、はい、先生お願いします。綺麗だな、トイレも、男性用がこういう感じで、男性と女性に分かれているので、はい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 、気軽な掃除がすごい徹底されてますね。奥が女性というところです ね、 ですね、こちらでお仕込みいただいて、はい、こちらに、はい、あ、ここにですね、はい、この扉の中にちょっと出してもらうんですけど、はい、ここに見ていただければと思います、ね、なるほどなるほど、はい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 、一応女性用もちょっと見させていただいていいですか、はい、広いこれ、え、はい、倍ぐらいあるじゃないですか男性用の。そうですね、これはいいですね。やっぱ女性何かとね、お荷物とかあったりすると思うんで、ちょっと時代が変わったというか、はい、昔は性病検査の時に綿棒って医師採取だったんですよ、はい、男性も本当は尿道にちょっと入れたりだったんですけど、はい、うちももちろんそうですし、うん、どこでも使われてるような検査の PCR に変わったので、うん、精度がすっごい良くなったので、うん、自分で取ってもらってもいい、尿もだから自己採取いいですし、一つでも菌が綿棒に付着すれば見つけられるような制度に変わったので、だからそういう意味ですごいハードルは下がったと思いますね、どんどん発達してるわけですね。そうですね、はい、ではですね、北岡先生にいろいろですね、性病についてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずですね、視聴者の方が、まあ、はい、一番知りたいところっていうの
はどういう時に性病検査を受けにこのクリニックに来るべきか、これをちょっとお聞かせいただきたいんですが、まずは男性だった場合はいろいろ確か種類あるんですけど、まあ一番やっぱ多いのはクラミジア、リンキン、トルコマスそこら辺なんで、おしっこする時に痛いっていう症状が一番多いですね。おしっこする時に痛いって基本的にもう尿道炎ってやつで性病がほとんど原因なので必ず行った方がいいし、女性の場合は無症状がすごい多くて8割とかも、まあ男性も実は8割が無症状なんですけど、女性は特に症状出にくくて織物がちょっと変だなぐらいの症状して出ないことが多いので、織物以上みたいなのがちょっとあった時にまず来ればいいんですけど、無症状がすごい多いので、大体クラミジア8割って言われて、リンキンとかトリコモラスは7割、梅毒もちょっと最近話題なんですけど、最初の疫問みたいなのはまず気づかないです、痛みもないので、そうなんですか、陰部にできる疫問もほぼ分かんなくて、で次に全身にバラシンっていう発疹ができるんですけど、それも2割ぐらいしか気づかないです、っていうふうに、まあ、データがあるので、まあ、結局やっぱ夜遊びしたら定期的にやっぱり検査に行くしかないかなって思ってます、なるほど、症状だけじゃなくて、夜遊びがあったら行くみたいな方にちょっとシフトしてもらう方がいいかなと思います、ね、なるほど、これ結構結構ね、新しい情報というか、最初におっしゃったようなおしっこして痛いなとかは行くじゃないですか、やっぱり気になるんで、それではなくて、ね、症状が多いから定期的に行くのが安心ということですね。その半分以上とか、ね、ほとんど無症状ってご存知でした？僕知らなかったですね。そう、自分で医者になっても知らなかったですね、ここで、まあ、院長になる前にちょっと最初始まった時もあんま知らなくて、そのアップトゥーデートのエビデンスがそこを読んだ時に、あ、そうなんだと思って、実際自分一回かかった時にほぼ症状なかったんで、それはそういうことだったんだと思ったんですね。よくその風俗を利用される方だったりとかね、風俗で働く女性もそうなんですが、定期検診っていうのが一番ですね、おすすめっていうことですので、早期に発見した方がいいわけなんですか？そうですね、不妊っていうのは結構大事なのになってくるんですけど、まあ、リンキンとクラミジア放置してるとどうなるかというと、女性では特に 15% ぐらいの割合で、その子宮の方に行ってしまう、卵管っていうところに行っちゃうと、もう不妊になってしまうんです。で、その状態で治療したとしても不妊は治らないことが多いので、男性も尿道のさらに奥の方に行ってしまって性管のところが癒着してしまうと不妊になってしまうので、早く治療しないといけないし、データだと例えばクラミジアの治療が3日遅れるだけで不妊率が 15% があったっていうのもあるので、そんなに違うんですか？結構意外と結構本当に、これ聞きました、皆さん、ありますね、不妊の方ってちょっと増えてるイメージあるんですよ。僕もやっぱ同世代の方だったりとかが不妊治療に通われてるみたいなご夫婦が結構いらっしゃるんですね。それを予防する一つとして早期発見、そうですね、早期治療、これは皆さん絶対しておいた方がいいですね。不妊の原因の3分の1は性感染症って言われて、3分の1が卵管の方に行ってしまったことによる、でしかもそれほとんど気づけてないですよ、無症状が多いから。どんどんだからそれで少子化になっていってるんじゃないかなっていう感じがありますよね。今の社会問題にも一石を投じるかもしれないということで、まあ、夜遊びしたとかね、心当たりがあるとかリスクがあることがあった場合はぜひ検査をすることをお勧めします。性病ってまあ一口にね言いますけれども、どういう性病が多いんですか、数的には？一応世界的にはトリコモラスっていうのが多いって言われて、それ日本じゃあんまない、特にアフリカとかがやっぱどうしても多くて、まあ、アメーバみたいなやつなんですけど、日本だとそういうの多くなくて、当院だと大体一番多いなと思うのはクラミジアですかね、やっぱよく聞きます ね、 すねクラミジア、リンキン、最近ちょっと梅毒が2年前ぐらいからちょっとまだ話題になってますが増えてきたっていう、当院に来たその患者さんで検査陽性だった人でも無症状だったって人が多いですね。でややこしいのは、まあ、女性だったら膣のかゆみだったり、陰部のかゆみだったり、織物の匂いとかっていうのが性病だと思われるんですけど、それは逆に患者とか細菌性膣症っていう、それがあってきても別に性病は陰性のことが全然多くて、逆に何もそういう症状ない時に来て性病が陽性みたいなことが非常にややこしい、ややこしい、すごいややこしい。なんで症状やっぱり無症状でこそ来るべきというか、はい、男性でもよく来るのは気筒がただれてるとかかゆいとかで性病じゃないかってくるんですけど、大体その症状はそれも常在菌の気筒炎ってやつで、できるものとかはまたヘルペスとかいろいろあったりするんですけど、かゆいとか赤いみたいなのは気筒炎っていう性病じゃないことが多いです。知らなかった、これ皆さん何度も見た方がいいかもしれないですね。例えばその多い性病を予防する対策みたいなのがね、素人目には気になっちゃうんですけど、大きく言うとコンドームとか性病の予防の行動がすごい大事で、あとはまあなんか免疫を高めるみたいなこともあるかなと思います、ね、この2つですね、はい、そういう衛生器具、風俗店でも着用のお店に行って
ったりとか、免疫ってやっぱりね、はい、僕らもよく聞きますけど、はい、免疫を高めることによって少なからずそういった可能性を下げることも、はいはい、免疫を高めるのはそれはやっぱ抗体みたいなのもいっぱい出てる、そういう抗体があるとあんまり入ってこなくなったりするんで、よくあるのは、はい、女性は特になんですけど、細菌性膣症っていうのはさっきから言ったんですけど、膣の悪い菌増えちゃってる状態なんですけど、それになると性病のリスクが上がるんですけど、細菌性症となる原因ってやっぱ寝不足がすごい多くて、寝不足ですか、寝不足になると細菌性症になる、はい、で性病リスクが上がってかかりやすくなるみたいなことがよくあるので、結局寝不足とかがやっぱり良くない、はい、食生活とかもそうですし、うん、はい、適度な運動だったり、その辺がちゃんとこうしていくと、まあ、免疫も高まって性病がリスク上がるような疾患もかからなくなるみたいな、ね、睡眠です、はい、皆さんしっかり寝ましょう。コンドームちょっとややこしいですけど、ほいほいほい、なんかコンドームも実は 82% って言われて予防効果、100% じゃないんですよ。理由は結局最初挿入しようとしてない時はつけてないことが多いんですけど、はいはい、挿入の時に移るわけじゃなくて、うんうん、ちょっと性器が触れるだけでも移っちゃうので、はいはい、結局コンドームつけてない時の、うんうん、まあ、前期段階でのその性器接触で移っちゃうことがあって、はい、それが結局 18% ぐらいあるんで、正しく使わないと結局コンドームでは防げないっていうのがあるので、あ、なるほど、意識しておいてもらう必要があるんで、うん、最初からつけた方がいいかもしれないですけど、まあ、なかなか難しいところだと思うんで、100% はないってことですよね。そうですね、うん、はい、あと他にありますか？そうですね、あと、はい、コンドーム以外の予防方法としては、はい、子宮頸がんワクチンがあって、はい、今男性も海外だと打ってたりして、はい、子宮頸がんワクチンっていうのは、はい、HPV っていうウイルスの感染を防ぐんですけど、はい、その HPV はコンジローマっていうデキモンの性病にもなるし、子宮頸がんの原因になるし、男性だとまた前立腺がんだったりとか、うん、喉頭の方のがんだったりの原因になったりするので、それもちょっと本当はメジャーになってくれたらいいかなと思ってますね、うん、HIV には予防薬がちゃんとあります。日本の薬やるなら、まあ、月8万円とかしちゃうとかちょっとあって、毎月ってことですか？毎月それがかかっちゃうんです、HIV でもすごい感染力が高いわけじゃないので、うんうんうん、今は HIV は不治の病ですけど、エイズになっちゃうと厳しいですけど、はい、HIV の段階で見つかれば、はい、薬を一生飲まないといけないんですけど、はい、もう寿命は健常時と変わらないです、はい、すぐ死ぬ病気では決してないです、ね、そうなんですか、はい、知らなかった。それもすごい進化してて今も、じゃあそれをまあ気づくのもやっぱり検査ですね。そうですね、エイズになるまではもう正直 HIV 多分気づかないというか、最初風邪症状あるんですけど、それもないことが多いので、うん、そう思うとやっぱ定期検査するしかないんですけど、いや、めちゃくちゃ大事ですね。あともう一個あるとしては、最近ちょっと話題なのが、ビブラマイシンっていう薬でクラミジアと梅毒を予防できるかもしれないっていうのがあります。でも効果がそんな高くないっていうのと、長期安定性とか安全性が確立してないので、なんかガイドラインとかのアップトゥーデートとかでも記載するだけで推奨には至ってないので注意が必要で、なんで副作用がなくて着用も不要で安い予防薬を今頑張って開発してるので、いや、これ実現したらすごいことですよね。世界が変わりますね。みんなもっと夜遊びできるように、ぜひちょっと実現していただきたいですね。もう応援しております。いや、今日は本当に勉強になりました。僕も業界にね長いんですけど、はい、来てよかったですけど、でこれをですね、皆様、例えば風俗のユーザー様ですとか、風俗で働くキャストさん、風俗のスタッフさん、皆さんで性病の知識を持って、皆さんで予防することによって性病っていうのは確実に減らすことができますから、はい、そのためにこういった有料なクリニックを皆さんに利用していただきたいなと思います。ぜひみんなで業界を変えていきましょう。ではですね、本日ですね、北岡先生の方から告知の方もしあれば、はい、お願いいたします。予防会は全国に9病院あって、はい、9もあるんですね、はい、やっぱ便利なんですよ。風俗のキャストさんとかっていろんなとこ住んでるじゃないですか。だから家の近くで受けたいって人多いんですよ ね、はい、すね、お客様もそうですけど、ご自身の行きやすい場所で受けられると、はい、で場所的にはどこにあるんですか？新宿が2つ、新宿2つ、ここと上の9階に新宿があって、はいはい、で池袋にあります、はい、渋谷にあって、うんうん、あと川崎と横浜にあって、浅草にあります、うん、吉原ですね、すごい、福岡にもあって、すごい、あと今大阪に何倍、全国展開です。東京の本当主要な風俗が全部網羅してますから、本当にこの業界にとってもすごい助かります。予防会の公式 LINE と公式 X があって、はい、自分も X があるので、世界のエビデンスでちゃんと準じたことを発信してますので、ご情報が結構 X ですごい溢れて、ネットでも本当にいろんなこと言っちゃう先生もいるし、テレビは身近なんでみんないろいろ言えやすくて、自分の体験談とかで言っちゃったりもするので、はいはい、正確な情報ってことですね、はい、いや、ぜひ皆さん注目してみてください。この辺の情報は全部ですね、概要欄の方に貼らせていただきますので、せっかくですね、今回ご覧いただいて、予防会さん、新宿サテライトクリニック行ってみようかなと思った方に関しては、予防会さんの公式 LINE アカウントを登録していただくと500円引きになります。こちらも概要欄にありますので、ぜひ登録して足を運んでみてください。本当ね、性病クリニックたくさんありますけれども、こうしてしっかり、ね、顔を出されて研究もされて
れてね、権威のある信頼できる先生、僕次からはねここに来ようと思いましたんで、皆さんもぜひご興味があればお気軽に来ていただけたらと思います。どうも、はい、ありがとうございます。この動画を見てためになったなと思った方は高評価だったりチャンネル登録をですねお願いできたらと思います。あとはですね予防会さん来ていただいて、まあ、検査結果だったりとかね性病の情報に関してはコメント欄で皆さんで共有できると皆さんのプラスになると思いますので、ぜひお願いいたします。それでは失礼いたします。失礼します。